ブンブンハロー YouTube。 始まります。はい、かぶったね。ブンブンハロー YouTube。 はい、どうも皆さんこんにちは。飯醤油です。今度こそ多分これで軽くなった。どうぞよろしくお願いいたします。多分これでね、いけるはずなんですよ。おそら私、く。ふみじゃずきっあ、皆さんていよろうしくお願いの。します。よろしく。はい、よくね。作戦が完了したという報告。ああ、あいつだ。じゃあね、僕はちょっと、結構、勉強しないと、おい、飯食っとんねん、おい。まあ、多めに見てあげよう。まあ、みんな分かってた通り、まあ、実はね、あと2日で、ちょっと地域もしてるぞ。これ大丈夫か？これ、録画中に帰れたっけ？録画中は帰れねえな。どうしよっか。一旦切るわ、すぐ。はい。あ、多分これ少しは軽くなったかな。少しだけだけど。あのね、キツキツだね、やっぱり結局。一番あれだわ、キツキツですわ。あ、オーバーしたかもしれない。あ、もう行きましょう。こんなんしてる時間がもったいない。もう、止まったや。止まった時は止まったよ。皆さん、多めに見てください。それくらい気軽な動画だと思う。おぉ、野菜できた。力がみなぎってきたよ。やっぱりね、FPS、CPU 占拠率がおかしいな。もう一回止めるわ、すまん。はい、自信を持ってね、今度こそ。これ以上はもう無理。これ、音のレベルが低下するときの一番ひどいランクまで下げたから。FPS やったっけ？じゃ、FPS じゃ何やったっけ？あるやん。なんかのやつを、あれを20まで下げたから、マックス60件だけど、俺のこの、パソコンがね、あまりにはしょうもないという。みんな悪い。すまなく思うぜ。お疲れ様です。ではではね。とにかく、ノルマ達成。毎日行かないといけないやつ。すまん。動かしちゃいかん。攻撃かがかが。オッケー。で、演習。遠征は、まあ、無理として、15回正解させれば頑張ればいい。で、2回。まあ、これぐらいならいけるよね。あ、これで OK と。はい。じゃあ、いつも通り、パパパーと行きましょうか。じゃ、まず、役立たずどもを遠征に送り込むと。まあ、今回はもう15回。もう今日はね。よっしゃ、ラッキー！まあ、うん。ちょうどで、止めちゃおうかなと。じゃあね、安定の通りをパッパラパーでだと。潜水艦なら勝てるでしょ、さすがに。潜水艦くらい勝たないと困るよ。で、これ。潜水艦は、確かこの、副、なんとか陣っていう総陣形がいいみたいだね、聞いた話だと。じゃあね、だんだんガンガン入っていきましょう。後輩がね、ついにね、後輩がついにカンクレ始めて、俺がやって始めた次の日にも始めよって、今、テスト期間中にも限らず、めちゃくちゃ話で盛り上がっとるという。いきなりだな、おい。ふうちと飽きたな。もう許さない、許さないんだから。潰しまい。これでも食らえ。お前ならいいよ。いいね。はい、無駄だね。対戦攻撃するからね。こいつら水で常備絵を見た通り持ってんだけど、しかね、バカ用を腰に引っ掛けてるらしいね。設定上マジで痛いってのは。まあ、これ音入ってるかな、ちゃんと。野戦に行けば勝てる。勝てる、行くぞ。さあ、水雷戦隊の本領発揮よ。ねえ、別前やっちゃっていい？ああ、なんてことだ。いい感じよ。おい、従順。従順の強さ。難しいよ。お願い、当たってください。当たってしまえ。ナイスで。また。遅いよ。遅い。いけ。いいんだわ。おお。イーゴー潜水艦怖い。お子様言うな。
当たった。2。敵どんだけ強いの？おかしいでしょ。普通、駆逐艦と潜水艦やったら、俺の脳内では、駆逐艦の方が強いべじゃねえけどな。数的にも絶対強い。お、いっぱいくれた。経験値くれなかった。作戦完了。反対が来た。バンバン行こうか。お疲れ様。はい、ありがとうございます。潜水艦が来たわ。丸。救助がおる。燃料は低くても勝てるし、じゃあ、いいしょ、演出。あるわね。じゃあ、この、これで行きましょうか。パパーン。攻撃開始。お、バロ。うわ、きたね。何が通学だ。ラジオ調整のワグナー法。テネシー川領域開発公社。ダメです。 EVA。 いやー、もういきなりこれだからな。いや、U ボート持ってる。ふみかねし。さあ、始めるよ。いい？U ボートか。多分そうだよね。絶対あるそうだよね。え、絶対島田ふみかに書いてるよね、あの絵柄は。うわー、いいなー。あれ、なんか、遊戯戦だったらしいやん。ああ、ちょっと面倒。攻撃開始。あれ、うおー、やりますか。さすが海月。当たって。急に強くなった。攻撃開始。いいよ。さすが文月。さあ、水雷戦隊の捕虜発揮だよ。文月、文月が勝てる。こいつら、やさっていい？そう。あ、まあ、吹雪はまあ別に。お願い、当たってください。当てれるもんな、当てて。よし、ナイス。遅い。来るなら来い。名前はいい。じゃあ戦闘続行は難しいよ。金本位制の停止。テネシー川領域開発公社。ブルム。フランスではブルム。なあね。あれは敵が強すぎた。レベル10かいい、ね。作戦完了。艦隊が来た。お疲れ様。いい感じ。何？あ、違う、今演習したいね。じゃあ演習じゃない、演習。次行くとしたらこれかな。あ、基礎いるじゃん。よし、行こう。おたま。攻撃開始。産業別指揮会議。ワグナー法によって労働者団結権、団体交渉権が認められた結果、1938年アメリカ同等総同盟 AFL から独立した。マジで痛いっての未熟練労働者中心の労働組合を何というか。産業別指揮会議組織会議 CIO。 いいよ、海月強い。攻撃するからね。基礎なんて落ちちゃう。基礎なんて無駄だね。無駄だね。いいね。なあ、警部何ができる。そんな、ダメです。攻撃開始。うっちゃえ。イエス。は？おい、さすがにこれは、恥ずかしいな。響きが当たって。さて、やりますか。敵艦派遣、撃て。よし。顔したな、あの従順。今大破した従順が。攻撃開始。なんか徐々に出るな雰囲気が。じゃじゃーん。これ野戦突入して勝ち取りに行く。さあ、水雷戦隊の本領発揮だよ。ちょっと見ろ。東寄りが変わってる。来るな。お子様言うな。よし。見たか。圧倒的との。戦艦に負けたから。こちら、まだ強くなるため、次の反対がお疲れ様です。後輩に近づいて、中断しないと。これ。練習クリア。いいな。
で、司令官、何ですか何ですか。おー、いい感じ。おー、司令官、ちょっと待って。まあ、ちょっとそれは気にするよ。やっぱりね、こんなのいいけど、なんか、激戦って、あ、でも面倒、これでも食らえ。一人なんか仕事する気力のないやつがいるよな、やっぱ。組織会議、組織会議っす。あ、はい、はいはい、処理処理任せますよ。僕が一番なの。うん、そう。はいはい、ま、そうですか。でも素直に嬉しいよ、ありがとう。はい、久しぶり、久しぶりであったな。まあ、そんなことはさておき、俺は勉強すると。フランクリン・ローズベルト大統領が輸出拡大を図るため、列強諸国の中で最後にどこの国を承認したか。ソ連。ブロック経済にフランスを追加する経済機能なんていうか。フラップロック。絶対見つかんないから。ほら。結局な、いや、やっぱ思うわ、駆逐艦でさ、避けるような敵の攻撃。さあ始めるよ。いい、確かに従順とか停止になったら敵を倒すことは、これでも食らえ、よくダメージ食らうしな。無駄だね、無駄だ。やっ、雷撃戦って攻撃開始、ちょっと面倒。当たるか当たるか、このことがいっかったな。イエス、やった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 。ナトリティーマス、頑張ります。おー、下手しい吸収や、お前は。なんか殺人を見たかな。反対が来た。お疲れ様。じゃあパープを。おー、おむつきいいじゃん、お前。あ、いいね、盾とかも欲しかったんだよね。じゃあこんなもんですか。24、25、いいね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 、いいね、じゃあ、えい、わ、いい感じ、ありがとう。よし、完璧。お疲れ様です。開発資材ゲット、近代化回収。おー、司令官、ちょっと待って。補給して、あ、いい感じ、ありがとう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、結構たま、集まってるから空母作ろう、空母。ちょっと待って、空母作るぞ。あー、そんなんしてる調べないともいいから、ちょっと効率がいいな、効率、効率を優先しよう。え、なになに、まず、調べてる間に出撃させて。そうだね、じゃあいけるかな、こっちはキリいけるっしょ、まだ。じゃあ、よし、OK、行こう。出撃です、本領発揮するよ。よし、あ、どうしたの。やるさ。よし、さっさと敵倒して、やな、敵艦ミュー、軽巡駆逐駆逐、余裕だ。さあ始めるよ、いい、さすが従順、いけ、力に物やしその技があるぜ。これでも食らえ、やりますか。雷撃戦って、あー、ちょっと面倒。はいはい、お前も面倒でいいんだよ。もうあいつらしいっていうか、望月らしい存在感だ。僕が一番なの。うーん、そう。ま、でも素直に嬉しいよ、ありがとう。なんなの、そんなことはどうでもいいんだよ。おい、なんだ、作戦完了。遠征から戻ってきてるじゃん。反対が来た。作戦が完了したという。作戦が完了したといい。成功失敗。お、おめでとう。ナイス。じゃあ遠征とちょっと遠目のところに行かしとくかも。
テスト前だからね、そんな、ゲーム。よっしゃ、ラッキー。じゃ、今、まあ、調べたから。もう時間との勝負やぞ、これは。じゃあ、空母設計図出します。ですね。ちょっと待ってね。燃料300。ちょっと待って、うちのワンコロが、外に出たいって、言うとる。ちょっとだけ待ってくれ。ワンワン待って。ああ、もう分かった。ちょっと待って。外行かせるんで、少しお待ちを。よいしょ。もう。出へんのかい。行かへんのかい。なんやあいつは。うちのワンワン、わがままやな、ほんまに。誰にだんや。バプリ、雨降ってるよ。濡れるぞ。で、300と。レポーキサイトが600。ギリチョン足りる。よし、これで OK。よしか、来たかもしれん。ちょっと待ってくれ。あ、もういいか、パプリ。閉めるぞ。OK。じゃあ。なんか時間によってなんか全然違って、今まで4時間って出たことがないから、今回こそ本当にいいものが出るかもしれん。来たんちゃうか。新しい仲間が来たよ。どんな子だろう。航空母艦、加賀です。あなたが私の見学なの？それなりに期待はしているわ。待ってました。空母がずっと欲しかったんです。ああ、もう、いやもうキャラは何でもいいんだよ、とにかく。空母が欲しかった。じゃね、誰かを外して空母を入れるということで。そうですね。吹雪はね、もうずっといるし、残しておきたいっていう面もあるけど、いやー、でもどうしようかな。吹雪、縦役員として役立つんだよな、あいついつも。じゃね、縦役としてあいつは放置といたとして、今回新しく、から、やったー。ここは譲るよ。やったー。飛行機プラスできるじゃん。あ、じゃあ 7.7 ミリ基準でも置いておこう。うん、7ミリ基準あるだけでも十分。この強化はオッケー、オッケー。いやね、その間にね、ちょうど余ってる人員を適当に入れようって待ってた。吹雪したんだっけ。お休みします。こうやってね、些細な時間に回復させるというのが人間というものだ。わあ、いい感じ。じゃあね、この間に近代回収しますよ。まあ、稲妻がさっきプラスされましたと。で、こんなぐらいか。とにかく、デンちゃんがプラスされたんで、こいつを、すごい、これなら、それで、踏み付けがパワーアップするというか、になる。よし。いやね、踏み付きって、一番可愛いんだ。お疲れ様です。これでさっきの愛知、これが進むと。で、これで高速修復剤に入る。だね。で、これを入れとこうか。あー、お腹すいたな。これの動画が終わったら見ていくぞ。の前に、編成のやつでこいつを修復してしまったために、違う、キャラ使わなくなった。あられだね。駆逐艦あられ。あられ。よしよ。罰量します。はいはい。で、こいつもちょうど、外を貸し出したいという気分にもなるので、こいつも回復させるということで、じゃあね、代わりに、いい方を。司令官、いきますよ。じゃあ、こいつを回復。いやいや、衝突の傷じゃないから。皆さん、お待ちかね。空母の性能とやらを見せてもらおうか。正直に言うと、出撃です。本領を発揮するよ。竜城が欲しかった。まあ、正規空母の加賀の方が強いんだけど。いや、なんかね、見た目的に、まあ、15くらいならまあいいでしょう。大丈夫。個人的には竜城がいいな。お、初めて回帰か。お、敵艦か。あ、来たまえ。空母が言う時の陣形を知らんのだが。まあ、大丈夫でしょう。まあ、適当にやっていったら、攻撃開始。21箇条の要求というものをとにかく勉強しますからね。はいはいはい。で、54運動1919、1919年に何という動画が起こったか、北京大学の学生を中心に、1919年なんていう、おー、あー、うわー、強い。え、強い。普通に強い。これでもかえー、水木も強いけど。雑種移植よ。心配いらないわ。攻撃するからね。
ちょやりますか。宝船より水雷船ですよ。勝ちゲーだこれ。マジか。ちょっと後輩に LINE するわ。加賀が落ちたっていうとこ、あいつもな、空母が欲しい。あと、基礎が欲しい。こんな感じで発狂してたけど、うわーって言うとったけど、真面目に。まあ、あいつ基礎大好きなんだよね。まあ、皆さん、見た通り分かると思うんですけど、僕は明らかに、踏み付けですね。水木可愛いじゃん。うん。攻撃開始。攻撃開始。うるるるい。保護船の子なんかしないです。おお。うう。みんな優秀な子たちですから。強い。あ、赤月が。もう許さない。許さない。やだ。これでも食らえ。ライン送ったら、後輩が島が出たって言うとるねんけど。島が出の時間が出たって感じで。温泉より。る水雷戦ですよ。これでも食らえ。あとは待機とかだ、なんか言うとっぞ。いや、島風ね、たかが39ノット。時速で合わせは大体72キロぐらいだった。俺ちょっと今日授業中に計算したからね。水雷戦隊の本領発揮だよ。通学やるふりしながら実は30キロしか歩けないっていうのを計算してたという。勝ったぜ。十分。そういうことなんだよね。お腹すいた。この動画が終わったらもっと強くなるからね。まだまだ強くなるんだからね。ちょっとね、今後、香川行こうかな。勝てるし、あと、艦隊が来た。お疲れ様。わぁ、付録のエリアってやつあるみたいね。聞いてる話。ありがとう。なんか、あるみたいやわ。その、基本、大体の。激しい戦闘ばかりに繰り出されて、お疲れ様です。何やったっけ、2のなんぼっていうステージが、やたら難しいらしい、聞いてる話だと。で、なんていうかな、その、あまりの難しい。おぉ、シリコ、ちょっと待って。大変だーって。あれは難しいですって、よくいろんな人が言ってるから、きっとそれはそれで、私がやっつけちゃうんだから。なーって思うんですよ。あそこはね、危険な2のなんぼってやつ、多分これ1の4、後輩が1の4とか言うとって、まあ、俺と同レベルなんだろうかと思ったけど、多分そんぐらいってことは2のなんぼっていうやからが、多分めちゃくちゃ難しいのだろうと思われる。ってことはその2の4というやからが、私だって野戦なら、結構強いんだから。あれだよね。2の4。で、戦艦を導入してでも殺されるという噂。ってことは、踏み月を連れて行ったら。攻撃開始。ってことはね、今のうち踏み月以外のキャラクターもレベル上げておかないといけないという。いや、または、ここにいるメンバー、駆逐艦隊を。ここは譲れません。全部、信じられるほどレベル上げれば、さすがに勝てるんだよな、そういう発想。だから、遠く。これでも食らえ！ここもある。悩みどころだね。ここをひたすらうろつくっていうのも。うん。まあ。まあ、頑張っていったらね、結局はね、いつかはいいことが起こるよ。はい。良い作戦式でした。こんな課題なら、また一緒に出撃したいものです。うん、博和文学。21課長の要求。いかずちよ。おっす。連想、要求、総上皇の、なんじゃこりゃ。中華ソビエト共和国臨時政府。よしよし。そろそろ30分になっちゃうからね。そろそろ切らないといけないって。攻撃開始！まあ、そろそろ一回動画止めないといけないから、そういうのもちょっとね、考慮してくださいね。申し訳ない、ごめん。オッケーオッケー。あれ、この空気どうした、お前。行った。まだだ。来週移植。心配いらない。よし。これでも食らえ。よし。そんな攻撃当たんないわよ。さすが踏みつけ。これでも食らえ。踏みつけて。見ないで。
人的を潰すぞ。本領発揮だよ。レベル上げといてよかった。よし。こいつらやっちゃっていい？ぶっからぶっから。ぶっからぶっから。よしよし。ほんまにムカつくね。早く殺されるとかやった。私はまだまだそこあるんだからね。わかるよ。踏みつけなかったらいけないって。反対が来た。お疲れ様。わあ、いい感じ。ありがとう。そう、修復だもんね。あ、かわいそう。電入れて、イサナミ入れて、ちょ、もちづきは入れるわけないよ。北上さん入れたいけど、北上さん置いたときなんか面白そうやから、ネタとして置いとくっていう手もある。よし、置いとこう。まあ、こんなもんかな。いい感じ。ありがとう。かわいそう。ひどい敵もいるもんだ。よし。死ぬほど眠いよ。おやすみ。燃料補給してと。よし。じゃね。これで戦えちゃいます。任務一応確認して。お疲れ様です。これでおしまい。で、当分やらないと、あの機械入っちゃうからね、やっぱり。テスト期間中入ると、やっぱり難しいっていうのもある。ですから、多分当分できないでしょう。というわけでね、当分のところにすると思ってください。ではでは、またご会いしましょう。チュース。